こんにちは、真鍋美桜です。本日は私が気になっているものアイテムを買ってみたということで、実際にこういろいろ調べてみて、まあ、体のケア の方法とか、まあ、調べたりはするんですけど、実際器具持っていたりだとか、この前もハイパーボルトを普段使っているものを皆さんにご紹介したんですけれども、まあ、そういうなんか器具とかをいろいろ見ていて、何かないかなと思った時に Amazon で調べてたんですけど、ちょっとポチッとしました。それは何かというと、じゃん、ザ・カタオいいとこ当たって、押しほぐしカタオくんです。これをちょっと今回実際にAmazonでなんか気になってポチッとしてみたんですけど、金額が1200円、多分通常1200円、私Amazonで多分980円とかで多分買ったと思います。今開けたんですけど、本当にこういうサイズ感、うん、持ってる方もいるかもしれないんですけど、私ちょっと本当やり方とかも実際買っただけなのであんまり分かっていないんですけど、実際にこのセルフマッサージの決定版ということで裏にも、載っています。で、首だったり背中、腰、お尻、ふくらはぎ、足裏を、30秒ほど当てて、こう次のボールをコロコロとこう当てて、その後また次のポイントに移動させて同じように繰り返しましょうって書いているので、実際にやってみたいなと思います。持ち運び便利なので旅行先でも疲れた時にも手軽に使えます。そうですね、これぐらいだったら全く重さ気にならないので、車の運転時にもいい。多分あれですかね、座ってる時にこういう感じでお尻にこう置いてあげるだけで確かに痛いかも、痛気持ちいい感じがします。あと背中に当てたりすることもできるので、そういう部分でも多分運転時にも使えるでしょうね。あとストレートネックでお悩みの方、あとは二の腕とかもいい。大きさ的にはこのテニスボールを2個分みたいなイメージかもしれないです。なんか例えば測定筋膜で足裏をほぐしたい時によくゴルフボールを使ってくださいねって言うんですけど、なんかそれがこう2個あって、それをコロ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 足裏でも使えるんじゃないかなっていうのと、あとなんていうか、まあ、こういう感じで使うのかな、うん、気持ちがいい。あとふくらはぎもなんかじんわりきます。あとは背中とか腰、よいしょ、実際にやってみますね。背中、よいしょ、腰は気持ちがいい、腰いい感じです。結構なんかこれでいくのかとかだったら全然なんか気持ちがいいかも。腰痛とかなんか腰がちょっと重いなっていう方とかいいんじゃないかなと思うし、お尻とかもこれ多分縦とかでも全然いいだろうし、ちょっと転がしたりとか横でピンポイントにこの1個のところに乗せてもすごい奥に入っていく感じでほぐれる感じがします。あとは首ですね。首いいかも。マッサージチェアで首のところガガガガガってなんか動かされてる感じの程よい痛み、程よい強さです。これ気持ちいいかも。そうですね、首とかも結構いいですね。あと実際お尻でしょ、背中やったでしょ、でふくらはぎやって、あと足裏とかはこういう感じだとやりやすいかも。これいいですね、なんか手軽に持ち運びできるからいいのかも。なんかどこでもほんとできちゃうから、例えばこれ絵にも書いてますけど、座った状態で腰のところにちょっとこう圧をかけてあげるというか、ほぐしてあげる部分でもなんか確かにこれ運転しながらとかでも全然できるし、あ、いいかもです。なのでこれマッサージを結構強めにやってもらいたい人とかは、
マックス片尾の方がいいのかも。ちょっと1000円ぐらいアップしますけど、逆になんかあんまり硬いの苦手なんですっていう方はヤワコとかのがいいのかも。場所を選ばずに、旅行先にも持っていける日常生活に取り入れる分には全然いいと思います。980円にしてはかなりいいんじゃないかなと思います。またこういう商品、手軽にポチッとできるもの、したものあったら皆さんにお伝えしたいなと思います。すごい緩い動画になっちゃいますけどなんか本当使ってみた動画になりますけど、また機会あったらというか、この先もこういう動画を上げていきたいなと思うので、もしよかったらまたぜひ見てください。チャンネル登録といいねボタンと、そしてコメントお待ちしております。しっかりケアをしながら、過ごしていきましょう。またお会いしましょう。